少し休んだらと。なあなあ、かさねちゃんさ、本当に渡月に行くの？今さら何を言っているの？少なくとも研究施設の積み荷については何か知ることができるはずだ。いい思い出がないことには同情するけど、だったら今度はいい思い出を作ればいいのよ。それとも渡月に行きたくない理由でもあるのか？だとしたら残っても誰も責めないぞ。私と一緒に留守番する？ああ、もう、はいはい、わかった、わかりました。恨まれても責任取れねえからな。どんな目にあっても文句は言うなよ。覚悟の上よ。それじゃあ、かげろう、渡月への案内をお願い。はいよ。噂に聞いてはいたが、かなり冷えるな。場所によっては万年雪もあるらしいわよ。風邪をひかないように気をつけてね。なんとか道はあるが、なんだってこんなところに町を作ったんだ、渡月の連中は。寒いし辛いし面倒だぞ。討伐任務でもこんなところまで来たことはない。お、引き返しちゃう？いいね、大賛成。こんなクソ寒いところ、さっさとおさらばしようぜ。まだ言ってるの？行くと決めたんだから、いい加減グズグズ言うのはやめなさい。後悔すると思うけどね。ずいぶん抵抗するのね、カゲロ。何か渡月に関する隠し事でもしているのかしら？いや、気のせいかね。俺には教科お姉様が率先して渡月に行きたがっているようにも見えるけど。あら、みんなで決めたことでしょ。そうよね、カサネ。ええ、カゲロウも最終的には納得したことでしょ。納得なんざしてねえけどな。いろいろと譲れないものもあるわけよ。何にしても僕たちには情報が必要なんだ。渡月に向かうしかない。これ以上文句を言うな。さあ、もういい。寒いというのも禁止だ。気づいていたかい？我々はいつも一緒だね。注意ね。
なかなかいいものが手に入ったわよ。気を抜かないで。させないわ。大丈夫。ええ、強化のおかげで。ありがとう。
ンズ、これが私と風見の力。ええ、強化となら負ける気がしない。ズミン、もっと力。倒れるわよ。外角への攻撃が効いてる。破壊を狙うわ。華麗に参上。怪我ないか？カビの、なんとか助かった。本当にこっちで合ってるのか？こんなところに町があるようには思えないが。間違いないわ。トゲツはイエノサの山頂付近にあるの。厳しい自然環境のせいで人の行き来が少ないのよ。属性を離れ教えに生きようって考えなのよ、トゲツの面々は。俺は属性大好きだけどな。敵は電気で攻撃してきてるわね。当たると大変よ。ビリビリして動けなくなるから。気を抜かないで。何か壊せたわ。これなら先に進めそうよ。力が入らない。しっかりしたまえ。借りるわ。しね、行ってくるわ。
よ。今みたいな火の攻撃で体が燃えてしまったら徐々に体力を奪われるわよ。要注意ね。させないわ。大丈夫。強化のおかげでありがとう。どうしたことや。そこ聞いてるわ。重点的に狙って。そういえば決めてからすぐ出発したから、渡月についてあまり調べる時間がなかったわね。
僕も渡月橋の本部があるってことくらいしか知らないな。どのくらいの規模の町なんだ？正確には町じゃねえんだよ。本当に渡月橋の施設があるだけだ。月に対して変に執着心持った変人ばかりで、俺にとっては息苦しいだけのところだったぜ。変人なんて、そういう言い方はあまり良くないわよ。思想の自由というものもあるもの。カゲロウからしたらあまりいい思い出がないのかもしれないけど、理解し合う努力も必要だと思うわ。理解ね。おや、吹雪いてきたね。はるか、この辺りの天候はどうだ？変ね。データ上では快晴になってるの。吹雪なんか起きるようには全然。前方からカリーハイの接近、かなり大きい。注意して。この吹雪、もしかしてあいつが。敵の外角に攻撃が命中。破壊できるかもね。なあ、もう動いそうだよ。体が動かない。この吹雪じゃ影の手伝ってますます冷える。女はさっさと片付けないとまずいわね。もらっていくわ。やったわ。私たち見失ってるようね。範囲の代表は氷が覆っている。あれを破壊すべきだね。嵐渡して。こいつの表面水で覆われているんだな。僕の前に現れるとは愚かなやつだ。奴の周りに長い人はあれをお見舞いされるぞ。
しびれさせたわ。嵐渡して。はあ？よろしく。僕の超能力のおかげだな。やれやれ、カイイの幅広いラインナップには驚かされるね。カイイって一体何なのかしら。さーてね、進化の慣れの果てかもな。おい、当月はもう近いんだよな。こんなカイイが出るところで彼らはやっていけるのか。絶対人数が少ないからな。餌の量が少なけりゃカイイの襲撃もそう多くはないさ。こんな場所だからこそニューヒムカは渡月を宗教自治区として認めたんだろう。急ぎましょう。
また怪異が出てきたら厄介だわ。それに嵐ではないけれど私も凍えそうよ。そうだな。おい、かけろ、どこに行く気だ？そっちに何かあるのか？古い知り合いに挨拶でもしてこようと思ってね。周りの様子が変わったかも気になるし。案内できなくて悪いが、お前らは先に教団本部へ行っててくれ。心配しなくても後で追いつくさ。ここまで登ってきたんだから里帰りしない手もないしな。んじゃ、まあそういうことで。まったく、相変わらずフラフラしたやつだ。いきなり初めましてって尋ねるわけだし、かげろうがいると話が早そうだったのにね。仕方ないわ、私たちだけで行きましょう。中に入れてもらえるといいんだけど。杏花、どうかしたの？いえ、何でもないわ。さ、行きましょう。
嵐渡して、私に任せて。外角への攻撃が効いてる。破壊を狙うわ。外角を破壊できたわ。追撃を重ね、敵は終わりです。麻痺状態ね。今のうちよ。討伐数プラス1だ。僕の超能力を使え、重ね。重ね、サスで超高速を使ってみるのはどうだ。ラグだ。ベストしたことが。この程度。カサネ様、我らが宝、ついにご帰還なされた。何なの、私が宝。すごい歓迎のされようね。それにしては気持ちの悪い連中だな。まるで機械のようじゃないか。シデン、人を悪く言うものじゃないわ。そういう教えなんでしょ。しかし大層な歓迎ぶりだが、カサネ、何か心当たりがあるか。いいえ、何も。渡月橋と関わったことなんてないもの。覚えていないのも仕方がないことですが、あなた様はもともと渡月の人間だったのです。私が渡月の人間。はい、カサネ様は生まれながらに強い超能力をお持ちでした。その超能力にニューヒムカ政府は興味を示し、あなた様をかどわかしたのです。何の魂胆があるのか知らないけれど、デタラメだわ。だって私が小さい頃に両親は怪異に殺されて、だからランドール家に引き取られたのよ。
信じていただけないのも無理はありません。しかし私たち渡月の者たちはあなた様のことを忘れる日はありませんでした。いつかご帰還なさる日を信じて今日まで見守り続けてきたのです。平行線ね。それより聞きたいことがあるわ。単刀直入に言うけど、あなたたちがセイランと取引をしていたもの、人の脳について。はい、重ね様には真実を伝える必要があります。ですがそれは我らが同志重ね様お一人のみ。恐れ入りますがお一人で別室にお越し願います。断るわ。どうせ話を聞いたら私からみんなに教えるものなら、今ここで話を聞かせてもらっても同じ。え？今日か？服が違う。複製体じゃない。な、こっちにも強化もどきか。どういうことだ。話せ。こいつらは一体。まさかクローンなのか。一体どういうこと。強化、あなた何かを知って。ごめんなさい重ね。この感覚どこかで。おやすみなさい重ね。せめていい夢を。おめでとう重ね、やっと目覚めたのね。重ね。誰？私を呼ぶのは。重ね、ほら見て、重ねみたいに小さな犬がいるわ。ワンワンって鳴いているの、わかるかしら。子犬？懐かしい。どうして私この人を知ってる。殺された。そうだ、覚えてる。思い出した。私の目の前でこいつらはずっと一緒だった。大切だった。私の友達よ。数値の変動はなし。超能力が発動しない。愛玩動物の生首程度ではショックが足りないようだな。もうやめてください。子供の重ねの心を傷つけて、それが本当に未来のためになると思っているんですか。それはそのために生み出されたデザインチルドレンだ。出来損ないのお前とは違う。この誤った宇宙をやり直し、正しい未来を取り戻すにはレッドストリングスが必要なんだ。やり直す必要なんて。この世界はこのままでも。ママだ。温かくて優しくて、いつも私を守ってくれた人なのに、どうして私忘れて。いや、何この気持ち。思い出したくない。何なのこれは。うん、教育の失敗はこうまで後を引くか。何か役割を与えるため世話係にしてみたが、いや、そうだな、もう十分だろう。おい、次はこれを使うぞ。そうだ、
そうですか。やはりあなたたちは。こいつらは。光栄に思えてき損ない。お前は新たな歴史の礎となる。ママを。重ね、ごめんなさい。あなたはどうか幸せな未来を。そうだ、私はあの日、私は育ててくれたあの人を、ママを失った。私は作られた超能力者。この力、レッドストリングスは、頭が…ここは…どこなの？さっきのは夢？うん、あれは夢じゃない。忘れていた過去の記憶なんだわ。ここはどこ？薬を打たれてわざわざこんな部屋に運ばれているということは、やっぱり閉じ込められてるわね。どこか壊せそうなところがあればいいんだけど。誰？重ね様、新しいお召し物をお持ちします。え？何？どういうこと？おっと、そう身構えるなよ、重ね。俺だよ、カゲロウだ。囚われの姫様を救いに来た王子様にいきなり攻撃食らわせるとかは勘弁してくれよ。そういえば、渡月に入る前に随分不自然な形で私たちから離れたわね。あなた、何を知っているの？もしかして強化と同じように私たちを裏切るんじゃ？裏切るなら助けに来ないだろう。チッとは冷静に頭使いな。だから渡月に来たら後悔するって言っただろうが。とにかく説明は後だ。渡月はやばい。俺がいた時よりもずっとな。それに一体何を掴んだのか。どうやらユイトもここに来てるらしい。ユイトが？だったらまずいわ。渡月橋の狙いは私のレッドストリングスみたいなの。だとしたら、おそらく同じ超能力を持つユイトも狙われる。レッドストリングスか。となるとあっちも助けるしかねえんだな。計算が狂うぜ、まったく。警戒厳重な中、こっそり抜け出して嵐たちと合流。ユイトにも危険を知らせなきゃならねえとはな。とりあえず俺の力で姿を消すぞ。逃げたことはすぐにバレる。時間はない、急ぐぞ。ベイブを使えばユイトたちの居場所も嵐たちの居場所も分かるんじゃねえかな。ベイブ？渡月の情報を統括している都市コンピューターだ。ニューヒムカでいうとこの荒はばきみたいなもんさ。重ね、よかった、無事だったのね。今嵐たちとも連絡が取れないの。嵐たちもどこかに閉じ込められているのかもしれないわね。ベイブの端末からならここにある全部の扉のロックを外せるはずだ。急ごうぜ。
カサネ、見つけたぞ。ユイトたちだ。あそこはトゲツの都市コンピューターのベイブに続く扉だ。私たちもあの部屋に入りましょう。あっちゃ、ロックかかっちまったか。中の声は聞こえないし、呼びかけても無駄よね。出てくるのを待つしかないかしら。そりゃまたのんきなことで、自分が何されたか考えてみな。呼びかけても答えられない可能性が高いだろうが。それってどういう意味？ベイブはここの最重要機密施設だぜ。そんなところに外から来たやつを簡単に入れるわけないでしょうよ。例えばベイブ自体がおとりだとしたらって。そうか、やつらとんでもないこと考えやがったな。何か思い当たることがあるなら教えなさい。都市コンピューターの性能ならアクセスしてきた人間の脳を簡単にジャックできるんじゃねえかってこと。ユイトの超能力が目的なら脳をジャックするのが手っ取り早いだろう。だったら無理やりにでもこの扉をこじ開けないと。おいおいおい、無茶言うな。俺たちも見つかるぞ。そいつは最悪の手段だ。なんか他にないか。そうだ、もしかしてこの距離ならブレイントークの強制接続ができるかも。ユイト、聞こえる？ユイト、ユイト、お感じさせる思考。ユイト、思考が漏れてるの。ベイブに接続しようとしてる。これ体動く。まさか本当にカゲロウの言った通り脳をジャックされかけてるの？やめなさい、それは危険よ。早く接続を切って。聞こえてるの、ユイト？重ね、ねえ、脳をジャックされかけてたみたいだ。引き剥がしてくれて助かったよ。これは私と繋いだまま仲間と話してる。どうやら無事のようね。ユイト、近くにいたから勝手に割り込ませてもらったわ。重ねもトゲツに来てたのか。いや、それよりさっきは助けてくれてありがとう。お礼を言う暇があったら手を貸してもらえない？嵐たちがトゲツに捕まっているの。嵐たちが？どこかの部屋に閉じ込められているのよ。あなたベイブの端末室にいるんでしょ。そこからトゲツ全体の扉のロックを解除できないか試してほしいの。わかった、やってみる。あー、でもロックを解除したら。何？警報？まあそりゃ権限ない人間がロックを外したらバレもするってか。重ねか。嵐、よかった、繋がるようになったのね。どうやらそっちも無事のようだな。シデンも無事ね。とにかく一度合流しましょう。そっちの場所は分かってる。おとなしく待っていて。くそ、迷子の子供扱いするな。迷子の子供はこちらで押さえておく。早く迎えに来てくれたまえよ。二人とも。当然だ。僕たちのことよりお前も無事みたいだな。カゲロウのおかげよ。一人だったらまだ監禁されたままだったわ。カゲロウの怪しい独断専行も役に立ったというわけだね。ま、そういうこった。さて、
感動の再会を分かち合いたいところだが、ハグする時間も惜しいのが本音だ。そうね、今は混乱に乗じて脱出しましょう。それにしても何なんだこの騒ぎは。僕らのせいか。ユイトたちよ、目的はわからないけど、彼らも途月に来ているの。でもおかげであなた、人に騙されることはあっても騙すことはできない。それが教科エデンの本質だと思っていたんだが、まさか渡月の回し者だったとはな。カゲロウは教科の知り合いじゃなかったのか。いや全然、渡月ってのは住民同士の交流がほとんど途絶えた場所だったからな。付近に物資反応があるようだが、取りに行くのは任せるよ。よかった、うまく壊せたわ。これなら先に進めそうよ。やれやれ、なんとかここまで逃げられたな。いや、俺の透明化能力大活躍だったな。透明便利だけど誰にも気づかれないってなんだか不安になっちゃう気がするわ。おほ、わかる？わかってくれちゃう？そうなんだよ、だから超能力を使った後は大声出したくってさ。ち、めんどくさいやつだな。ここはまだ敵地なんだぞ、誰かに発見されたらどうする。そんなに警戒する必要はないさ、そもそももう見つかってるんだな、強化。気づいていたか、強化。どうしてここに。カゲロウが姿を消した時点で警戒はしていた。予想外の訪問者により後手に回ってしまったがね。ここで重ねを逃がすわけにはいかない。過ちの宇宙をやり直すためにも。来るぞ、構えろ。ちょっと待って、どういうことなのか説明して。そうだ、どうして僕たちを裏切った。全ては過ちを無に返し正すため。影の手伝って。そのためには重ね、お前の力が必要なのだ。嵐渡して、借りるは死ね。ドライブダウン。まるで昔の私と出会ってすぐの頃の強化みたいだね。任務の遂行は全てに優先される。行ってくるわ。ほらよ、ステルス開始ってか。想定以上だ。んじゃ、あとよろしく。嵐渡して。下がれ。どうして今。どけ。強化。どけ。さあどけ。行ってくるわ。危ないところだ。じゃあ。ステルス開始ってか。お手並み拝見だな。
とは任せてよ。どうして？手は焼けるね。もらっていくわ。命あってのものだねな。嵐、私に任せて。どうして？そうだ、どうして僕たちを裏切った？全ては過ちを無に返し、ただすため。そのためには重ね、お前の力が必要なんだ。サポートしてやるか。
とは任せて。もらっていくわ。うん、危ねえ。どうして？嵐渡して。影の手伝って。無駄よ。強化お願い。これで目を覚まって。強化。もしかして脳に負担がかかりすぎたんじゃ。やめて。私は私よ。こんな記憶、こんな理論なんて知らない。私はポープなんかじゃないわ。何を言ってるんだ。もしかして記憶の操作を受けているの。確かに渡月ならそれくらいやりかねないが。強化、思い出せ。君は強化エデン、私たちの仲間だ。その言葉が届くかね。俺の推測が正しければ強化の自我の方が後付けのはずなんだが。カゲロウが何をどこまで知っているのかわからないが、現に強化は記憶の操作に抗おうとしてるんだ。むしろ何かを知ってるなら手を貸してやれ。渡月のスパイかもしれない女にお優しいことで。カゲロウ黙ってろ。私は同期の仲間である強化を取り戻したいんだ。はいはい。ねえ強化。いえ強化隊長、私も本当の自分が何者なのか見失いつつあるわ。でもいろいろな思い出が私をカサネランドールとして支えてくれている。その中にはあなたが強化隊の一員として受け入れてくれた記憶もあるの。あなたは強化エデン、私を育ててくれた隊長なのよ。カサネ、みんな、おい、大丈夫か。ごめん、みんな、迷惑かけちゃったわ。強化、よかった。正気に戻ったのね。いや、まだわからないぞ。そうであってほしいが、装っているだけかもしれない。嵐、強化を取り戻したいんじゃなかったのか。あいにくと、私はシデンのようなリアリストの皮をかぶったロマンチストではないんだ。取り戻したいからこそ疑うんだよ。そうね、疑ってくれた方がいい。私は渡月のスパイなんだから。いつからだ。いつから僕たちをたばかっていた。最初からよ。私は渡月から派遣されて周防に潜入していたスパイなの。渡月の悲願を果たすためには重ねの超能力を覚醒させる必要があった。陰ながら重ねを保護し成長を促して、レッドストリングスが目覚めたら渡月へ誘導する。そういうことか。強化、もし君にスパイであることをやめるつもりがあるなら教えてほしいことがある。ポープというのは誰だ。人が変わったようになっていたのと関係があるのか。私は渡月教の創始者であり脳科学の権威だった人よポープ博士の記憶を持っているの。かつての私はポープ博士そのものだった。だけど強化として過ごすうちに強化の記憶がどんどん積み重なって、強化の人格が私の中で強固になっていった。重ね、あなたを守っていたのは渡月に命じられたからだけじゃないの。
私はカサネ、タイのみんなのことが好きだった。教会エデンとしての生活すべてを愛していたわ。いつかこんな日が来ることは分かっていたけれど、その日が来ないことを祈っていたの。カサネがレッドストリングスに目覚めなければって。信じてはもらえないでしょうけれど、私たちが信じるかどうかより、キョウカ、あなた自身はどうしたいの？嵐はスパイをやめるつもりがあるならと言った。キョウカはそれに答えた。まさかまた渡月に戻って新たな任務にでもつくのか？私たちはまだ聞いていないわ。あなたがこれからどうしたいと思っているのかを。私はデザインチルドレン、任務遂行のためだけに作られたクローン。他には何も考える必要はない。失敗には死を。昔の私はそれが全てだった。でも今の私にはやりたいことができてしまったわ。ポープの意識をどこまで抑えられるのかはわからない。だから私と一緒にいてはみんなが危険かもしれない。こんなことを言える立場じゃないのはわかっているの。償いきれないことを私はした。だけど私はみんなと一緒に生きて、私自身の意志で重ねを、みんなを守りたい。私に生きる意味をくれたのはみんなだと思うから。そう、信じるわ。私がこれまで見てきたあなたの優しさや温かさ、それが全部嘘だったとは思えない。たまにちょっとおせっかいな時もあるけど、それが強化よね。ああ、今の言葉は私が知っている強化の言葉だった。演技なのだとしたら騙されても仕方がないレベルだよ。何、ポープの意識とやらが出てきた時は私が解釈してあげよう。安心したまえ。怖っ。それ裏切ったら殺すって意味と変わらないんじゃねえの？茶化してるが、全てを打ち明けてくれた強化と違い、お前は全く信用に値しないことが分かっているのか？悲しいね。重ねを助けたのは俺なんだけど、ま、俺の話はここを離れてからにしようや。強化が戻らないことが分かれば追っ手が来るんじゃねえの？そうね。それじゃあ急いで下山しましょう。さあ、強化も一緒に。強化が一緒に来るのを誰も反対していないんだから当然でしょ。何かしら、デザインチルドレンという言葉がひどく気にかかる。後でもう一度話を聞かないと。はるかにも気をもませてしまったわね。ごめんなさい。いえ、私ただハラハラしながら見守ってることしかできなくて。でも戻ってくれてよかった。おかえりなさい。はあ、カサネ、まだ少し距離があるけど複数人の反応があるわ。おそらくユイト隊だと思う。了解。向こうも無事に脱出できたみたいね。なら情報交換ができるといいんだけど。ユイト、それに他のみんなも聞こえる？カ
カサネか。よかった、無事だったんだな。カサネたち、近くにいるの？ええ、あなたたちよりトゲツに近いところだからまだ逃げている最中だけど、ユイト、提案があるの。あなたたちもトゲツで何かを得たんでしょ？お互いの情報を交換しない？それにいろいろ話したいこともあるわ。わかった、俺も同じことを言おうと思ってたところだよ。そう、話が早いわね。ヒエノさんの中腹あたりで待ってる。了解したわ。じゃあまた後で。あいつらと情報交換をするとして、強化のことはどうする？正直に話した方がいいと思うわ。隠していたらきっと後々しこりが残るもの。それにトゲツのことでまだ話せていないことがあるけれど、それもユイトたちと合流してからにさせて。いろいろ気になることはあるが、二度手間は非効率だ。この際ユイトたちとまとめて情報整理といこうか。それじゃ早くユイトたちと合流しましょう。近くに物資反応があるみたいね。よかった、うまく壊せたわ。これなら先に進めそうよ。
これなら先に進めそうよ。飛んでみましょうか。影楼の動画が役に立てます。
重ねにいいところを持っていかれたか。ユイと対だわ。行きましょう。カサネ、嵐たちも無事だったみたいだな。あの時は協力してくれてありがとう。おかげでみんなを助けることができたわ。それはこっちのセリフだよ。カサネがいなかったらきっと俺はベイブにジャックされてた。ねえカサネ、その様子ならもうユイとの命を狙うつもりはないのよね。花火、さっきも言っただろ、カサネは俺を助けてくれたんだって。分かってる。でもカサネの口から聞きたいの。花火が疑いを抱くのは当然よ。さすが冷静なのね。でもそうね、今はまず話をするべきだと思っているわ。思い込みで進むのではなくて、お互いの話を聞いてより良い解決策を探すべきだって。こういう判断に至るのが遅くて迷惑をかけてしまったことは反省しているわ。カサネ、なんか変わったな。今なら教えてくれるか、どうして俺の命を狙ったのか。ええ、途方もない話だと思うけれど落ち着いて聞いてね。実はやっぱりそうか、俺の超能力がクナドゲートに影響していたんだな。知っていたんだね。ああ、信じたくはなかったけど、でも本当なんだな。そうか、未来の俺が俺を、俺自分の始末も自分でつけられなかったなんてかっこ悪いな。ユイト、そんなことはないわ。あなたは、いえ、あの時間のあなたは立派だったし、今のあなただって大したものよ。カサネに褒められるとくすぐったいな。ありがとう、そう言ってくれるとちょっと心が軽くなる。それに俺の超能力がカサネと同じだなんて誇らしいよ。そういえばあなたの脳の状態はどうなの？少しは落ち着いたの？ああ大丈夫、なんとかやってるよ。心配するなって。嘘つき、心配させまいとしてる。そういうところお姉ちゃんにそっくりだわ。さて、それじゃあ情報交換をしようか。だったらまずはこちらから聞いておきたいことがある。特に強化について。ええ、当然でしょうね。強化、あなたは渡月のデザインチルドレンなんだよな。ええ、渡月で作られたクローンよ。私の遺伝子は渡月教の開祖人よポープ博士のもの。あの町にいるのは私のように同じ遺伝子データからデザインされ選別された超能力者、渡月の子供たちよ。まただわ、デザインチルドレンという言葉どこかで聞いたはず。そう、あれはママの記憶を思い出した時。そうだ、私は作られた存在だって。なるほど、だから強化の姿とポープ博士の姿が同じだったんですね。教団の施設でポープ博士のビジョンを見た時は驚きました。嫌なことを聞くが、強化が渡月教の関係者ということは。ああ、その通り、強化はスパイだった。カサネを見張るためのね。ただし今は違う、我々の仲間として生きると決めてくれた。
強化のことは私が保証するよ。敵ではないとね。うん、信じるよ。な、ずいぶんあっさりしているな。だって強化を見る重ねの目が優しいからさ。っていうのはちょっと恥ずかしい言い方かもしれないけど、正直なところ強化のことはよくわからないよ。だから俺だけの判断では何とも言えない。でも俺は重ねのことなら知ってる。これからのためにも重ねと話したいと思ったし、そのためには重ねを信じるべきだと思った。重ねを信じるなら重ねが信じるものを信じる、そうしたいんだ。シデン、青筋を立てないでやってください。ユイトはこういう人間なんです。知っているでしょう。ああ、バカだったってことを思い出したよ。ねえ、カサネ、強化がそうなら、あなたもデザインチルドレンなの？は？何を言っているんだ？俺たち、トゲツに見たんだ。カサネと同じ顔をしたデザインチルドレンたちを。それって、そういうことだよな。ええ、多分そうだと思う。不思議な言い回しだね、カサネ。この話は初耳なんだが、説明してもらえるかな。トゲツで少しだけ思い出したことがあるの。子供の頃のことやママのこと、その時の記憶では、私もデザインチルドレンと言われていたわ。思い出したばかりで実感もなくて、だからこんな言い方になってしまうのだけれど。そうなんだ。ごめん、辛いことを聞いたよね。カサネ、悲しそうな顔してるもん。ごめんね、嫌なこと聞いて。優しいのね、花火。でも当然のことよ。気にしないで。ありがとう。カサネは花火には優しいな。そう、普通だと思うけれど。それより他に話しておきたいことはあるかしら。ああ、そうだな。人類が月から来たって話のこと、詳しく知っているなら教えてほしいんだ。頭でも打ったのか、ユイト。もしかして、重ねたち、このことを知らない？待て、つぐみ。今の話は本当の話なのか？うん。どうやらまずは、僕たちの持っている情報を説明した方が良さそうですね。誰から話を聞こうかしら。信じられないかもだけど、私たちのご先祖様は2000年前に月から移住してきたんだって。月に移住した人間たちは、汚染されて住めなくなった地球を救うため、大規模なクリーン化を進めていた。それにはおよそ1000年を費やしたそうです。月からの最初の移民団を率いたのがヤクモ・スメラギで、彼らが地球に建国したのがニューヒムカ国なんだそうだ。信じられん話だが。月からの最初の移民団が地球に着いた後、突然断絶の帯ができたって。それで月の政府とは連絡が取れなくなったんだって。それって月にも人間がいるってことだよね。人間が月に移住したのは3000年も前のことらしい。環境の変化で地球に住めなくなったらしいんだ。大昔すぎてピンとこないけど。全てはトゲツのデータを参照して得た知識なんだ。だから正直なところ信じていいのかわからない。ですが、強化がトゲツのスパイだったのなら、
この話が事実かどうかはご存知なのではありませんか。ええ、それが正しい歴史だと教えられたわ。ただそれすらも渡月の何らかの思惑なら。いや、それ全部マジモンの話だから。どういうこと、カゲロウ。つぐみちゃん、そんな顔しないでくれよ。俺はつぐみちゃんのその顔に弱いんだよね。カゲロウ、お前には聞きたいことがたくさんある。でも今は渡月が語る歴史のことを教えてくれ。この話は渡月教の信者にとっては常識なのか。ああ、それね、渡月教、それ自体嘘だから。渡月が渡月として独立するための方便。そもそも渡月には基本的にデザインチルドレンしかいないしな。確かに宗教施設には見えませんでしたね。ではカゲロウもデザインチルドレンなんですか。基本的にはって言っただろう。俺は月からの移民団の一人だ。ふざけるな。仮に月からの移民が事実でも2000年も前の話だろ。コールドスリープか。そう、その通り。移民団のうちの何十人かは渡月にある施設でコールドスリープしてるんだ。で、順番に起きては地球の状況を確認して月への連絡を試みているってわけ。待ってくれ。じゃあカゲロウはヤクモの時代の人間なのか。まあ急にこんなこと言われても驚くよな。だが事実だ。地球で暮らす決意をしたニューヒムカと違って、月に戻りたかった人間が渡月を作ったんだよ。渡月はニューヒムカもセイランもどうでもいいんだ。自分たちだけがカイのいるこんなクソったれな大地じゃなくて月に帰りたいっていうエゴ集団なんだわ。ただ断絶の帯がある限り月には帰れない。それどころか月までカイに襲われてるらしいという情報を得た。だから考えたのさ、故郷である月を救い自分たちが地球から逃れるためには移民そのものをなかったことにすればいい。レッドストリングス、時間跳躍能力。そうか、時間を巻き戻して全てをなかったことにする。でもそれではやがて人類はまた地球への移民を開始してしまうのでは。正確には月と地球を含めた限られた空間の時間だけを巻き戻す計画なの。そんなことできるの？宇宙の一部分だけを過去に戻すなんて。レッドストリングスにはできると考えられているわ。そして時間を巻き戻さない空間に私たちが生きているこの歴史の記録を残すことで地球への移民をやめさせるつもりなのよ。待って、頭が混乱してきた。そんな途方もない話どうやって噛み砕いたらいいの。信じようと信じまいと渡月はそれを実行しようとして本当にレッドストリングスを作っちまった。その成果が重ねだ。なぜかユイとも同じような力を持ってるってのが不思議だけどな。今の話を全て真実と仮定する。そうなるともはやニューヒムカだのセイランだのと言っている場合ではないのではないか。渡月が長年の野望を実現すれば俺たちの存在そのものがなかったことになる。そんなのは嫌だ。なかったことになるってなんだ。俺もみんなもここにいていろいろあっても必死に生きようとしてるのに。カゲロウは渡月の計画の中枢にいる人間ですよね。なぜこんな話をするんですか。あなたも強化のように渡月を捨てるつもりと考えていいのでしょうか。俺はもともと渡月の計画をぶち壊したい側でね。そのために渡月の中に入って
計画を邪魔してきたんだよ。虫のいい話だな。どうやってそれを信じろって言うんだ。信じなくていいさ。嫌ならここでお前らとは別れるだけだ。ただこの歴史をなかったことにはさせない。俺には月に残してきた家族がいる。あの子の存在までなかったことにされてたまるかよ。かけろ、本気。私にはわかる。本気のかげろう、久しぶりだもの。だから信じてあげて。つぐみちゃん。かげろうをよく知るつぐみの言葉なら信じていいのかもしれない。それにゆいと、あなたはかげろうを信じるんでしょ。ああ、つぐみが信じるなら俺もカゲロウを信じる。なら、ユイトが信じるカゲロウを私も信じることにするわ。もちろん裏切ったら殺すけれど。傑作だ。アマちゃんばっかりだとバカにしてたが、それに救われちまうんだからな。カゲロウを信じるなら、月からの移民の歴史も全て信じるってことだよね。その上で私たちがやれることって、トゲツの計画を止める、それしかない。でもあまりに話が大きすぎて今の俺たちの手には余る。やっぱり国を動かす人間の協力が必要だよな。ニューヒムカ政府に訴えるのか。俺たちはお尋ね者になっているはずだが。それでも協力を得られるようにするしかない。もちろん政府がやっていることは到底許せないけど、トゲツのやろうとしていることを知れば政府がやってる非道な行いも無意味だと分かってくれるかもしれない。私たちもセイランの自治政府に働きかけたらどうかしら。トゲツの脅威を知れば戦うべき相手がニューヒムカではないことを分かってくれるかもしれない。どうかな。俺の見たところニューヒムカもセイランも月からの移民という歴史は把握しているはずだ。その上でそれぞれの生き残りを画策しているように見える。それでも手をこまねいているよりは動いてみるべきだ。このままなかったことにされるのは嫌だろう。まあな。じゃあお互い手分けしてことに当たるか。ええ、そうしましょう。ユイト、あなたはニューヒムカを。カサネはセイランを説得するんだな。やっと同じ目的で動けるな。ええ、お互い頑張りましょう。はあ、参った。今日は疲れたぜ。いろいろなことが起きすぎたわ。お前が言うな。知らなかったぞ、月だのトゲツの計画だの。ごめんなさい。まあそういった話はやめておこう。今はそれぞれ手に入れた情報の理解に努めようじゃないか。ええ、私たちはこれまで状況に振り回されるばかりだったわ。でも今日からは違う。そうだな。事件をトゲツの企みを解決しよう。強化、カゲロ、いいんだよな。ええ、もちろんよ。私は最後までみんなと一緒に行くって決めたんだもの。あれ、結局俺のことを信じてくれるの？シデン君、優しい。そういう言い方をすると疑いが濃くなるぞ。もしかして照れてるの？おっと、こりゃ一本取られたな。未来の若者は率直すぎて困るぜ。裏切らないと誓う。出ないと俺の2000年は無駄になっちまうからな。なら少し休んでからみんなで行きましょう、セイランに。
ユイトが私たちのことを信じてくれてよかったわ。しかしやっぱりあいつはアマちゃんだな。素直なのかお人よしなのか優しすぎるのか。そうね、否定はしない。でもそれが彼の強さなのかもしれないわ。ゲンマ。カサネ、すまないな、忙しい時に。構わないわ、私も話をしたいと思ってたの。あなたに謝りたくて。なぜだ、謝罪するのは俺の方だ。お前が俺に謝る理由はないだろう。あの時はゲンマの気持ちをよく考えずに一方的に私の気持ちをぶつけてしまったから。正直に言えば今もゲンマの気持ちを全部理解できたわけではないと思う。でも私もいろいろ経験してきたから少しは想像ができるようになったわ。死にたいと思うようなことがあったのか。私がじゃなくてお姉ちゃんがもう生きていたくないって言ったことがあったの。怪異になって人の脳でできた薬で正気を保ってこんな状態で生きるのはもう嫌だって。そうか、ナオミがそんなことを。その時の私には分からなかった。どんな形でもお姉ちゃんに生きててほしかったから。でも今は少しだけ分かるわ。心の底から辛い時に生きることから逃げ出したくなる気持ち。ゲンマもそれぐらい辛かったんだとしたら私が文句を言う筋合いではないと思ったの。そうか、理解してくれて礼を言う。俺からも改めて謝罪させてくれ。年甲斐もなく自分の身を憐れんで情けないことばかりお前に聞かせてしまった。それでだな、お前への詫びも兼ねて持ってきたものがあるんだが。ん？それはお弁当？ああ、ナオミに渡されたレシピでいろいろと作ってきた。腹が減っているかどうかわからないが、よければ味見してくれるか？そうね、いただくわ。お姉ちゃんのレシピの味、どんなものか味わってみたいから。これがサバ缶とピーマンの炒め物、野菜のナムルと、こっちが肉そぼろだな。へえ、意外と本格的なのね。まだまだ手際が悪くて少し焦がしてしまった。見た目は不格好だが、まあ食えるはずだ。じゃあこれを一つもらうわ。悪くないわ。確かになんとなくお姉ちゃんの味と似てるかしら。本当か？ええ、もちろんお姉ちゃんの手作りとは比較にもならないけど。そうか、だが妹のお前に似てると言わせられたのは一つの成果だな。そうね、まあ美味しいわ。それに少し懐かしい。
これだけ作るのは手間だったんじゃない？いや、大したことではない。料理は心が静まるんだな。己を見つめ直すのにちょうどいい。そういうものなの？ああ、以前は無駄な時間だと思っていたがな。料理をしながらお前に言われた言葉をよく考えた。感情的になっていろいろ言った気がするけど、どの言葉かしら？俺が自分を粗末にしているという話だ。死にたがるのは自分勝手だと身にしみる言葉だった。ナオミがどれだけ元の姿のまま生きたかったか、戦死した仲間たちがどれだけ生きたかったか、それを思えば残された人生を無駄に費やすことこそあいつらへの不義理になるのだろう。捉え方が少し真面目すぎるような気もするけど、言いたいことが伝わってよかったわ。真面目すぎるかもしれんが、俺なりのやり方で残された人生を精一杯味わって生きてみるつもりだ。例えばどんな風に？まずはナオミのレシピでちゃんと飯を食って栄養を取りながら体調を万全にすることが第一だな。休日の過ごし方も見直したいと思っている。料理の他にも新しい趣味を模索してみたり。いいことだと思うわ。料理もこの調子で練習すればもっとうまく作れるんじゃないかしら。そうか、ならもっといろいろ作ってみるか。よければまた今度味見してもらって構わんか？ええ、いいわよ。助かる。今まで料理の味など気にしてこなかったせいで自分では良し悪しがいまいちわからなくてな。でもなんだか楽しそうね。そうだな。どちらかといえば戸惑うことの方が多いが、確かに俺は楽しんでいるのかもしれん。玄馬、生き生きしてるわね。少しは前向きになれたのかしら。教えてあげられなくてごめんなさいね。京花お姉様、ずいぶんすっきりしたお顔でますます麗しい。みんなに全てを話せてやっと肩の荷が下りた気分よ。カゲロウの方はどうなの？俺？見ればわかるでしょ？いろいろ話せてすっきり爽快、爽やか高青年度が5割増しってとこよん。そう